すごい思わされましたね。あとはそうですね。でもなんかめちゃくちゃな説なんだけど、ある意味いろんな人たちがなんかまあ創造主っていう存在を認めないゆえにまそうなっていく、ある意味人間の姿というのかそういうのがすごい見えてきて、あ人間ってある意味怖いなってすごい思いました。はいはいありがとうございます。松本さんはいかがでしょう。 ええ地層ができるまでの過程、まあ、過程っていうか一瞬でできちゃうんだというでもあれが事実としてなんかこう明らかになってんのにそのなんか積み重ねられて何千万年何億万年っていう。 家庭の中でできているっていうのを信じてる人がいるっていうのは不思議だなって思いましたねはい、はい、明らかなのにっていう、えー、はい、はい、ありがとうございます、はい、後藤さんいかがでしょうはいえっと進化論まあそういう科学的な手法っていうかそういうのがまだここ 何ですか、三4 0 0年300年とか200年とかまあでその以前というのはやっぱり宗教というものが宗教というその考え方があって、まあ、それがキリスト教なのかその地元の、えー、それぞれの各宗教なのかはあるんでしょうけどそこではまだ神、まあ、神々というのが信じられててそういう神々がその、えー地,えー、地球を支えているみたいな。 そういうい唯一の神なのかあのアミニズム的なのかはあるけどそういうことを信じられていたのが、まあ、人間の科学的な、まあ、知恵がどんどん膨らんでくると、えー、人が優位になって神よりも人が優位になってきて、うん、人の知恵っていうんですかねそれに頼るようになってくると神を忘れていく、うん、本来は神様が <laughs>。 いるのに人間の傲慢さがどんどんできて自分たちの力で自分の力で科学技術の力でとか、まあ、それをかいかあの神を解明していくというか神を知るための手段としてはいいんでしょうけどそれを利用してまあ人間がえ唯一の君臨していくという思想のように立っていくとまあそれを何とかついつも合わせようとして。 そういうい論ななり、えー、の自分が創造主になるんですかね神が創造主じゃなくて自分たちが想像の想像主になっていくっていう、うん、人間の,その愚かさみたいなのがそれに何とかついつを合わせて、えー、自由をこじつけて、えー、自分たちが神がいないということを前提にして、えーうん、生きていこうとするなんか。 姿が浮かび上がったなと思います。はい、ありがとうございます。あの今もあのえっ、ー、と多分ハンダさんも言いたかったのかもしれないですけれども罪の性質っていうのが人にはあってそれは創造主を否定したいっていうところがあるのではないかと思うんですね。後藤さんも今言ってくださいましたけれども。 で今あの後藤さんが進化論大体200年っていうことを言ってくださいました今今ののはは年でですすねとといいううここ昔もあるっていうことです皆さんあの宗教改革をしたのはルターとか、まあ、いろいろ人いましたけれどもその頃ルターが宗教改革する頃にカトリックで信じられるようになってたのは何でしょう 進化論です。あの、ギリシャ哲学ギリシャの哲学者で進化論とほぼ同じような思想を唱えてた人がいます。で、その本が15世紀に発見されたんですね。で、カトリックの中でわーっと広まっていきました。で、この世界は作られたんじゃなくて進化してきたんだっていう考え方ですね。今日のような科学の装いは伴ってなかったですけれども。 それが広まり始めたのに対してルターはそうじゃないということを言ったわけですね聖書のみですね他の教えギリシャ哲学とかいろんな教えによって聖書が変わっていくのではなくて聖書が真理なんだっていうところに立ったわけですねじゃあもっと昔はどうかっていうとそれぞれの時代にまあ その進化論ほど、まあ体型だってはないにしても、それの沿いの時代に聖書の天地創造と違う教えがあって、それによってクリスチャンたちも、えー、騙されてしまうということがありました。例えば、イエス様が天に帰られた後、霊地説というあの聖書の中に出てくる。説によって。 初代教会の人たちが騙されていったことが書かれていますねグノーシス主義これはあの善と悪の2つの王国があってっていう考え方ですねそれが互いに戦っているような考え方ですねそういうふうにあのそれぞれの時代にそれぞれの世の中の人たちの考えがあってそれで それと実は聖書の教えは常に、えー、ある意味対立して真理を教え続けてきたんだということですね、えー、だから私たちは今進化論に対してまあ多くの人はこうどう考えてたらいいんだろうって思っていると思いますけれどもいつの時代でもそれがあったんだっていうことですね。でその それを守りつ信仰を守り続けてきた人たちのまあその私たちもその流れの中にいるっていうことですねまた私たちが信仰を守り続ければ後につながっていくんだっていうことですねはい、えー、柏原さんいかがでしょうリカ、えー、さんあ逆に座ってるんですね。<laughs> はい、あの、どちらでも龍馬さん、りかさん。はい。はい、えっ、ー、と、私は。その進化論を20年。くらい、えっ、ー、と、信じていた。んですけど、なんか。本当、そこには、その根拠がないっていう話があって。うん。 本当にその根拠がないものを教育として教えられていたことがなんかすごく、あなんかこう無知って怖いなって思ったところであっていやなんかそう本当に教科書を疑いなさいっていうところを本当に信じるなっていうところがすごく印象的でしたはい、はい、ありがとうございます。はい はい。あえっと、はい、大,丈夫大丈夫ですか、ね？あの、はい、えっとなんかすごい大きいブレイクスルーがあって感謝したいことがあってなんかその神様ご自身に期待をかけることをああのあのなんて言うんだろう学べたというかその思えた昨日からなんか今までってこう神様にこうお祈りし ってていいるものっていうのは目の前のこう目前こういうふうなくらいきついことがあってとかこういうこと困ってるんですっていうこの現象を変えてくれたことで信仰が引き上がっていたんですけどなんかその神様ではなくてそのものいつの間にかその与えられたものとかにこうすごくこう,うんと神様からもらってるものなんでそれは悪くはないと思ってたんですけどでもその神様から与えられたものにすごくこうフォーカスをいっていた自分が。 あの本当神様ご自身に期待するようになってでそれが昨日の宇佐美先生のお話の中の創造論と進化論のなんかすごく僕は本質的なものとして捉えていてなんかあの要はいわゆる「あの罪対神」というかなんていうんだろうなんかでも自分の内側にもその進化論的なところあるなってすごく思ったんですよねいわゆるその神様がいないっていうことを極論で言うとそうなのかもしれないですけど。 なんかもっとあの根本的なところで言うと何て言うんだろうそのあの、うん、と要は自分の信仰って何だろうって思った時にこう例えばミニストリーが大きくなってくるとか,なんかそのいわゆる成長していくっていうことにすごくフォーカスを当ててる自分っていたなっていうのをすごく思っていて。で 昨日個人的に宇佐美先生にご質問させていただいた中でその想像論をここまで極められたら進化論を持つ人に対して騒く気持ちとかないですかって多分質問させていただいたんですけどなんかないって言われていてでその答えなんかお心は何かっていうと諦めてるって言っててなんかその諦めてるっていうのはその見放してるとかじゃなくてでもその先生の言われてたのは人間の内側には善がないっていう。 そのところパウロが言われているような,なんかそこをすごくご自身の信仰にそのとして持たれていてで僕はなんかそのいろんな牧師さんに質問この質問って結構させていただくんですけどなんかあのとある牧師の方にもそこまで真理が分かったら教会に仕えるときにいろんな人さばきませんかって言ったら諦めているって同じこと言っていて、まあ、坂本先生なんですけど。 なんか汚れ、汚れちまった悲しみいいよって、宮沢賢治の汚れちまった悲しみいいよって、お勧めされて。でもなんか、まあ、あ、なんかなんかどこを通っても、やっぱ自分にはもう善はないなっていうか。なんかもう本当そこに、僕はこう、フォーカスができて、すごい大きいブレイクスルーで、僕にとっては、本当にありがとうございます。今日もすごい期待してます。はい、はい、ありがとうございます。ゆうさん。直子さん、ね。はい、私も、私は小さい頃から。 聖書を信じてきたと思ってましたけど化石が一日でできるってえーってなんかあの地層もその噴火であんな風になるっていうのに驚きを感じたので本当に聖書を信じてきたつもりでも進化論的な考えが私の中にあるんだなぁということを気づかせていただきました。はい <laughs> なんか鏡を見る見て、自分を整えるように詩を見てておっしゃってたのがすごく私もそうありたいなと感じます。感謝します。はい、ありがとうございます。えっとお名前を教えてください。熊谷です。あ、熊谷さんはい、お願いします。私はまクリスチャンとかじゃなく、育ってあの大学2年の時に救われたので普通に。 一般の小学校の教育,を,育てうを受けて育ったんですけどなぜかこうな今のこう医学とか科学技術があるんだったら猿から人間を作れていいはずなのに作れてもし作れたら絶対世紀の大発見みたいになって世界的なニュースになってるはずなのにそれが起きてないってことは猿から人間は。 進化したわけじゃなないってぜかこう思っってて信じてなかったんですよね進化論をあとまあ地層もなんかもしどんどん積もっていってるなら泥の時代生きていけないからもうズブズブ埋まって <laughs> いろんな動物絶滅してるからありえなくないってなぜかこう思ってあとまあ理科の実験でこう水と泥とかを混ぜてこう。 そうができるっていうのを習ったからえ絶対地層ってそれじゃんってなぜかこう思ってししなんか納得い,いかないまま生きてきてで、まあ、神様を信じたときにそれの答えが与えられてあやっぱそうだよねみたいな感じだったので逆にこう進化論を信じてる人たちがなんで信じてるかが理解できなかったんですよね。だからそれを まあ、今もう卒業して、まあ、世の中で働いてるんですけどその人たちの気持ちがやっぱ分かんないからこの授業を通してなぜこう進化論を信じてる信じちゃってるそのまま受け入れちゃってるのかっていうところを知れてあなんかこうそれに応えるためになんか今教わっていることをこうじゃあ その人たちにこう伝えるために、どう準備したらいいかなとか。このなんていうんですかね。鬼退治行く前にきびだんごめっちゃ作っとくみたいな。<laughs> <laughs> ことを、が、これからやんなきゃいけない、や、やるべきなんだなっていうふうに。思って、すごい学ばせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に。どなたか。昨日学んで、あ、このこと言いたいっていう方いますか。 特にいないですかね。<laughs> はい。じゃああのはい。現在の人類に対して進化論,、はい、想像論から退避してお話ししてますけども、あの進化論でそうなるならば、現在も進化してるんですか。進化論者たちはううあの進化しないと言います。じゃあ進化論し進化論という言葉自体が 進化ししていないいなならおかしいですよねそうですねあの進化論者たちは昔はですね進化っていう言葉をあのバクテリアのよアメーバのようなものからどんどんこう変わって、えー、最後に人になるっていうのを進化って呼んでたんですで今はその進化っていう言葉の意味を変えてしまいましたでどう変えたかっていうと変化っていうことです。変化 だから進化っていう言葉はあの日本語で進化っていうとですねでも今は変化っていう言葉がに置き換えられてしまって昔は進化の反対の言葉として退化っていう言葉があったわけですねだんだんあの退化してダメになる今は退化っていう言葉がなくなってしまい使われなくなっていきました。 であのとにかくその新しい新種が出てきたそれは進化だ何か変わったら突然変異が起こったそれが進化だっていうことによってで何でも進化になってしまったわけですね。でその今おっしゃったような意味でのその猿が人になるというような進化っていうのはもう起こらないんだっていうことを ななぜか根拠がなくですすね言っていますただ 100,、えー、100年ぐらい前の人たち80年ぐらい前ですかねまだ人間は進化すると考えてましたで、それについては明日時間が明日明日 <laughs> ちょっと話してなぜど,どうして進化すると考えてたのかどうすれば進化すると考えられるのかそういうことも ちょっとと話をしたいと思い思ますけれども、まあ,あの実際に私たちは進化をあの昔の言葉でいう,うどん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 上に向かっていく進化っていうのを誰も見てないわけですね。だから進化論者は進化っていう概念はあっても自分は信じていてもそれを見ることがないので進化っていう言葉の意味を変えて それでとにかく何かが変わった進化っていうことによってそれで進化が起こってるっていうふうに思わせるようにしましたただその魚が両生類になるとか両生類が鉢植類になるとかそういう進化の証拠は誰も持っていないっていうことをあの進化論者たちも知っていますであの私たちが進化っていう言葉を使う時ですね その相手がどういう意味で「進化」っていう言葉を使っているのかそれを理解しないとあの同じ「進化」っていう言葉を使ってても定義が違うとあのいや進化起こってるいや起こってないとかってなってしまいますので相手の言っている定義をそのよく理解した上で言わないとあのまあすれ違いの話になってしまうかもしれないですね。 特に科学を科、えーまあ、学の中で生活している人たちは進化っていう言葉を変化っていう意味合いで使います。で科学の中じゃない一般の中に生きている人たちは進化っていう言葉をアメーバから魚になり魚から両生類になりそういう意味で使いますね。 だからあの定義を理解した上でじゃあ本当にその細かい変化がつながっていけば大きい変化になるのか誰もそれは観察してないでしょで聖書で言ってもあの今回じゃなくて前回私来た時バラミンの話をしたと思いますけど「種類に従って」という話ですね。その種類に従って作られた ということはその種類の中で遺伝的変異っていうのはいくらでも起こるわけですね犬の中で新しい品種が出てきたりもしかしたら新種の犬が出るかもしれませんしでもそれは進化じゃないまあ、進化論者に言わせればそれは進化ですでも聖書の視点から言えばただ種類に従って種類の中で新しい品種が生まれた っていうことですね。犬はどんなに品種が変わっても猫にはならない。これが聖書が言っている種類に従って作られたということです。その犬が品種が変わっていけばどんどん変わっていけば猫になるっていうのが進化論的な考え方ですね。はい。そうそうですね。あの。 聖書家言えばあの変化は、まあ、当然起こることではあるんですけれどもそれを、まあ、変化っていう言葉の定義ですねどういう意味で使うかによりますけれども進化論者が進化っていう言葉を使う時はよく変化するっていう意味でしか使わなくなりました。はい、だからそこここであの進化論者がが語っているるととを私たちが誤解することは 多々あると思いますで進化論者が進化が起こってるんだって言ってもそれはただ変化が起こってるっていう意味で私たちは捉える必要がありますね。でも進化論者たちは進化が起こってるっていうことを意図的に誤解させるために使うことがありますのでそこら辺は気をつけなくてはならないと思います。そ、まあ、そういうい意味ではその 突然変異は実際に起こります。遺伝的な変異ですね。で、突然変異が起こるとなんどうなるかっていうと、最初にあった情報が失われてしまいます。例えばあのある島では強風の福、えー、島ですね。そこではあのカナブンの羽の遺伝子がですね失われてしまいました。あの突然変異によって。 羽が歪小になる、あの役に立たなくなる。カナブンが出現したんですね。で、それがあの風が吹かないので、吹き飛ばされないので。それが生き残っていきます。それは、じゃあ、進化したのか。まあ、今の進化論者に言わせれば、進化したことになります。でも、実際には、本来持っている羽を構成する情報が失われてしまって。 たまたまその島ではあの生き残れたっていうことですね、えー、でも本来の情報は失ってしまった突然変異は何を起こすかっていうと情報が失われていく方向に向かいますで突然変異が蓄積されていくとどうなるでしょうか皆さんどうなると思います 新しい生物が生まれてくるでしょうか。それとも絶滅するでしょうか。はい。生物学者たちの多くは。生物っていうのは突然変異が蓄積されることによって。絶滅に向かっているっていうことを知っています。でもそれを言ったら、じゃあ人間はどうなるのっていうことになるわけですね。 人間も突然変異が蓄積され,てされ続けていけば滅びに向かっていくわけですよね。でもそれは今すぐじゃないのであまり生物学者たちは言わないですね。あのそれより先に <laughs> 種の代理人があるんではないかと思いますけれどもい。<laughs> 他にはいかがでしょうか。はい っていうあのアメリカの司祭が発表したんですねで。その時に私の心の中には、まあ、私は小さい時からあの教会に行っていたもんですからあのイエス様を信じてたけどもいないって言われた時に私の心にいないっていう思いが来てすごく動揺したんですよ。 で牧師のところに行ってこの聞いたんだけども何を質問したのか何を答えてくれたのかわかんないけどもその動揺は続いたんですねで生けるキリストなる神様を求め始めて生ける神様に出会った時にあの聖書全部がね生きたものとなったんですねであの昨日も質問したんですけども 化石とか縄文の文化とかいうものをこう教育されたものが僕の中にこう、うん、かけらとして残ってて化石については整理ができまして感謝しています縄文についてはまだあの整理ができてないですから昨日は半分半分そのこう進化論と想像論の ところにいたんですね大まかには想像論の中にいるんですけども教育されたその痕跡いうんですかねそういうのがあの今授業を受けて整理されていければ素晴らしいなって期待していますありがとうございます、はい、ありがとうございます私たちはこうまとわりついてくる自分がこう生きてきたものがあるわけですよね でそういうのを捨てていかないとあの心理になかなかあの目が開かれないっていうことがあると思います。であのこれ「新しい科学」という中学1年の教科書なんですけれども、えー、おそらく2015年ぐらいからこれ使われていると思うんですけれども2015年以降に中学1年生だった人。 この中にいないですかね。はい、2015年あの教科書はどの教科書を使う。これ使いました。はい。でこれの前の教科書も表紙は似ているんですけど、これと全く同じですか。はい、東京書籍の教科書。地層はどれぐらいの時間をかけてできるって。ああ、そうですか。<laughs> じゃあ、じゃあですね。きっとこの教科書ではないですね。<laughs> この教科書、多分その一つ前かもしれないですね。この教科書は他の教科書と違って、この一社だけですね。東京書籍の教科書で。地層を作る土砂は毎日少しずつ堆積するのではない。教えてます。今までの教科書は毎日少しずつ堆積するって教えてたんですね。 大地震や大雨などの時に、大量の土砂が海へ運ばれ、一枚の地層ができる。こう教えています。えー、どうでしょうか。えっ、ー、とですね。大日本図書の教科書ですね。これ、勉強しました。はい、あ、これですか。これはですね。地層のでき方のところですけれども。 えっとまあ沖合にか、まあ、ボロボロになった土があの川の流れによって運ばれていってそして あの泥は海底や湖底に広がって薄く平らな層を作るこのようにして海底や湖底などには次々に堆積物の層が積み重なって長い間に厚い地層ができるこれが今までの人たちが学んできた教科書です。で一社だけそれに逆らってですねこういうふうに言っています。これもでもで 現実をきちんと反映はしてないんですね。一枚の地層っていうのはどういう意味で言っているのか。実は大量の土砂が流れれば、粒の大きさによって分流っていうのが起こります。で、あの細かい土まあ粘土とかそういうものほど上に溜まって、あの岩とかそういうのは下に溜まるんですね。だから。 あの層としてはいくつもの層が一気にできてしまうわけなんですけれどもでまだこの進化論の呪縛から抜けきれない教科書だと思いますけれどもあの,枚の地層しかかできないいいのようにあの書いています実際にその一枚の地層っていうのが実は何層もに分かれた一枚っていう意味で言ってるんであればあの間違いではないですけれども。 でその時運ばれた土砂により生物の死骸や巣穴などがどしゃと埋められるっていうことですね。でここでまた長い年月をかけて実際は長い年月かかる場合もありますけれどもそんなに長くはないです。数年から数十年あれば場合によっては化石になります。えー、どうでしょうこれが えっとですね、昨日の話でセントレンズさんの噴火が起こったのが1980年なんですけれどもブレッツ博士昨日ちょっと紹介しましたけれども、えっと、グランドバンクスの研究をしてですねシカゴ大学の教授ですけれども彼はあの周りの人から避難され続けながらも 地層っていうのは短期間でできるんだっていうことを言い続けた人ですね。で、このタービダイトという地層ができるのを、えー、きちんと示した人でもありますけれども、地層が短期間でできる彼が言い続けたことで地層まあ地質学会の考え方が変わっていきました。で、千九百七十八年に彼はペンローズ賞という まあ勲章、まあ、メダルをもらうんですねそれは地質学会のノーベル賞と呼ばれるものなんですけれどもで彼の働きによって地層っていうのは短期間で堆積するし地形っていうのは短期間で変わるし彼がもう一つやっていたのはグランドクーリーというワシントン州にアメリカのワシントン州にある峡谷の研究ですね。その彼ののの研究の結果その えー、グランドクーリーの東にあるあの、まあ、水田湖っていう大きな巨大な湖があった跡があるんですけれどもその水が決壊した結果、えー、一気にその水が流れ下って巨大な峡谷ができたということを彼は明らかにしました。でそのことが起こったのはノアの洪水の跡だと思いますけれども。 でもそのノアの洪水に比べたら小規模ですけれども今日は起こらないような大規模、まあ、今日に比べたら大規模な洪水ですね。それによって峡谷ができてしまうんだっていうことなんかもははあの、まあ、証明したわけですね。まあ、そういうことによって地層地,地形そういったものは短期間で変わるんだっていうことを 地質学会は1978年に公に認めたわけです教科書はすぐ変わったでしょうか変わらないんですね日本の教科書が変わり始めたのがまだ全部変わってないですよ変わり始めたのが2014年35年ぐらいまあ34年ですね多分2015年から実際に使われ始めてると思いますけれども だからその35年間実際は地層は短期間でできるって分かっていても間違ったことが一般には教えられてたわけですね。なぜでしょうなぜだと思います地質学会で公に認めたとしても。 そう簡単に人の考え方って変わらないですよ、ね、で若い人たちは若い学者たちはあ実際にこういう事例がある短期間で地層が堆積したり峡谷が一気に削られたりっていう事例があるからそれが正しいんじゃないかって思ってても大御所の先生はもう古い考え方をじずっと持ち続けるわけですよね。大御所の先生が亡くならならいと <laughs> なかなか教科書が変わらない。っていうのが現実です。だから、あのやっと教科書が変わり始めて。まあ、聖書が言ってることが。正しいっていう方向に近づいてきたかなっていうふうに思います。えー、はい。え、それでですね。 昨日の話の話続きですね、えー、とセントヘンズさんの話の続きをさせていただきたいと思いますけれどもあの先にこのセントヘンズさんが噴火した時、えー、通常6,000人ぐらい。 ここであの林業に従事している人たちが働いてるんですね。でも亡くなったのはどれぐらいかっていうと、え57名だけだったんですね。でこの57名の名前がここのあのセントヘンズさんのまあ前のところですね。だいたい20キロぐらいでしょうかね。えー、のところに。 ジョンストンズリッジオブザーベトリーというまああの観測所が今あってまあそこはビジターセンターになっているんですけれどもでそこにこのその時亡くなった人の名前が書かれていますでその一人はデイビッドジョンストンっていう人なんですけれどもここにありますけれどもデイビッドジョンストンはどういう人かっていうと地質学者ですでこのセントヘンズさんの噴火について 北側に噴火するんじゃないかそう予測していた数少ない地質学者の一人ですね二人しか真北に噴火するって思ってなかったんですでその一人でしたけれどもこのジョンストンはどこにいたか真北にいたんですこの時ですねであのこの地質学 学会まあ、あのアメリカの地質学会の基地がバンクーバーにあったんですねバンクーバーあのカナダのバンクーバーじゃなくてワシントン州のバンクーバーなんですけれどもでそこにあのデイビッド・ジョンストーンは連絡を取って「バンクーバーバンクーバー始まったついに始まった」って言って。 で、もうそのまま通信が途絶えてしまいました。もう瞬く間に彼は。えー、帰らぬ人となりました。もう一人有名な人がいます。ハリートゥルーマンという人ですね。ハリートゥルーマンは。あの、なぜ有名かというと。大統領の名前と同じだからですね。皆さん、テディルーズベルトって。あ、テディベアって。 知ってますでしょうかテディベアのテディはあのトゥルーマン大統領のまあテディっていうのはトゥルーマン大統領の愛称ですかねハリー・トゥルーマンの。で、えー、まあ,あどうでもいい情報ですけれどもその大統領と同じな,なので有名になりました彼はですねセント・ヘンズ・サン・ロッジっていうロッジを経営していたんですね。 これはおそらくロッジの中の、まあ、物置小屋だと思いますけれども後ろにあるのは。でハリー・トゥルーマン氏はこの、えー、公園の管理官ですねそから再三避難,さ避難するようにっていうことを警告されていました。でその肉声もですね警告されててでもいや自分はここに住んでても70年住んでるけれどもそんなここが。 噴火でダメになるっていうようなことがなかった自分は大丈夫だそんな心配するなっていうような肉声が残っていますでも噴火したときこのセントヘンズさんのそばのスピーット湖ですね昨日お見せしましたけれども土砂がどしゃっと入ってしまって湖の面積が2倍になってまあその土砂で何十メートルもこう 水かさが増してしまったりとかなんだかんだお話ししましたけれどもこのハリー・トゥルーマンもこの時に亡くなってしまいました、えー、昨日お話ししたようにこれロイド・アンダーソンさんですけれどもこの日はなぜ57人しか死ななかったのでしょうか普通6000人ぐらいいる 数のところですね私がこのセブン・ワンダーズ・ミュージアムを訪ねてたときにですねブレッドさんっていう人と会いました彼はこのセント・ヘレンズさんのところで働いていた人の一人です林業に従事していました彼は土曜日になったら えー、翌日教会に行くために山の中から町の方に引き上げてそして翌日礼拝に行くために備えていましたここののの噴火が起っったたは日曜日曜朝だったん6,000人いるこの林業従事者のほとんどが教会に行くためにですねこのセントレンズさんのそばを離れたんです。 で彼はこのマタイの言葉を引用して私に話してくれたんですね。人の子が来たの来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったりとついだりしていました。そして洪水が来てす,すべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。 人ののの子が来るのもその通りです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのですちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです私たちはキリストに代わってあなた方に願います神の和解を受け入れなさい神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたそれは私たちがこの方にあって神の義となるためですブレッドさんは、えー 自分はまるでノアの箱舟に乗ったような気持ちにさせられたって言ってましたね教会に行くために自分はこの場を離れたでももし離れなかったらもうたくさんの人が犠牲になったろうって言ってましたね主は私たちにチャンスを与えてるんだで、懇願しておられるかのような。 イエス様が私たちのために死んでくださったことそれを受け入れれば永遠の命を与えられるんだハリー・トゥルーマンさんはですね残念なことに自分は大丈夫だって信じていましたどんなに信じていたって間違ってる信仰を持ったならばダメなんですね 進化論を信じてどんなに創造主はいないと信じていたって先ほどカトリックの方が「神はいないキリストはもう死んだ」って言ったっていうことですね。私たちは人かから何か言葉を 聞かされる時ですね影響を受けます特に信仰に関わることだとだ影響を受けますねその一つとして「進化論が本当だ」「聖書は間違ってる」っていうようなことを聞いたらもしかしたら「グラグラ」ってするかもしれないですね。私たちはどうしたらいいでしょう イエス様は世の光として私たちを立てられているということを知っていると思いますね世の光であれば良い影響を与えていく必要がありますあの国際弁護士の佐々木光雄先生という方がいますけれども彼はオーストラリアで勉強していましたその時彼は進化論を信じていたわけですね で生物学を学んでいる学生と話をしていた時その生物学を学んでいる学生が「この世界は神様によって作られたんだよ」って言いました佐々木先生は「えそんな今進化論がみをみんな信じているのにそんなの本当に信じてんの?」って聞いたら「もちろんだよ信じてるよ」って答えたそうです佐々木先生は グラッときたそうです皆さんが何に確信を持っているかあるいは確信を持っていないかそれが誰に影響を与えるのかっていうことですね。私たちが聖書通りにこの世界が創造されたっていうことに確信を持っているならあるいは もし持っていないならなぜ持っていないのかどうしたら持てるのかそこを追求していただきたいと思いますけれども実はこの世界は想像されたでで満ちているわけですねそれをたくさん見て確かにこれはこの世界は想像されたんだっていうことを心の底からですね理解してほしい。 もう本当にそうだって確信を持っていただきたいなと思いますね。そうしたら誰かが「本当に進化って起こったの?あ」本当に想像されたなんてて信じてるのって聞かれてもぐらっと来ないんですね。もちろんだよ。想像されたって信じてるよこの世界こんなに素晴らしいじゃないか。そういうことを一言言ってあげるだけで。 逆に相手がグラッときますあの。私の韓国にいる韓国人の友人で地質学者で今想像を述べ伝えている人がいますけれども彼はあの小、まあ、クリスチャンホームで,で、えーがえー、教会学校でですねあの教会学校の先生に尋ねたそうです。 学校で進化論ってなったんだけどもこれどうなんですか聖書ではどうなんでしょうそしたらですね CS の先生がどうなんだろうね進化論本当かもしれないし聖書は違うように言ってるしどうなんだろうねって答えたそそうです。それかから彼は教会に行かな,くなったそうです。 皆さんはイエス様を信じてそしてイエス様のおっしゃったことこの世界が巫女によって創造されたということが、まあ、いくつかの箇所で書いてありますけれどもその代表的なところはヨハネの福音書の一章のところですかね。 これは主が作られた世界なんだ。私たちが主の作られた世界に住んでいるんだっていう確信を持って、そして人々にそれを伝えていただけたら、相手の人にその確信が伝わります。あの一番端後ろにいる方、あの気がつく人は。 学校の授業を見ててもこれおかしいって思うんですね聖書を知らなくてもおかしいって思う人がいますでも聖書を見たらあここに答えがあるって分かるわけですね学校の授業で地層を作る実験ってやります皆さんもやりました地層はどれぐらいの時間をかけてできたでしょう何万年もかかりましたか かからないですよね。で、それを見ていながら何万年もかかって地層ができるっていうふうに信じ込まされるように教えられるわけですよね。実際の実験と矛盾することを教えられるわけです。で、それを素直な人は信じてしまうわけですね。でも実際はこの世界は主が作られて。 聖書に抱えている歴史に従って進んでいるんだそのことを理解するなら、えーまあ、全てではないにしてもたくさんのことが分かってきますですから私たちはあの進化論を恐れずに死を恐れましょう。はいえー、とですねこれスピリットコなんですけれども スピリットあの最初に爆風で飛ばされたあの、まあ、土砂が堆積してですねこれあの実は丸太の上にですね、えー、土砂がたくさん積もりましたそして湖面、えー、がなくなったかのようにまあ,あの昨日お見せした本当に湖面がちょっとしか出てないそういう写真ですね そのように湖面が、ま、湖がまるでなくなったかのように見えましたでもその土が徐々にですね下に落ちて堆積しまた丸太も下に埋められていったんですね。で丸太はですねどうしたかっていうとこれあの実際は、えー、とどうしたらこれ。えー ちょっと、まあ、あのレーザーポインターが出ればと思ったんですけれども出ないのであの水がある部分ありますよねでそのこっち側のちょっとこう扇形になっているような部分実はあそこもですね湖面です水水ですありがとうございますはいここもですね湖の上です じゃあこれは何かっていうと丸太がここにあります。であの風に吹かれてですね丸太があっちに行ったりこっちに行ったりしてるんですね。でこの丸太は最初は当然あの吹き飛ばされてきたので川がついてるわけですよね。でも水の上でゴロ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 してる間に川が全部あの下に落ちちゃってですねあの 木の皮のない丸太になっています。で。しばらく経つと、このように垂直に。浮かんでくるんですね。あのある科学者がですね。まあ、アメリカ人は、あの自分の家にプールのある人がいますけれども。プールに丸太を浮かべておきました。そうしたら、三ヶ月ぐらいしたらですね。その丸太が起き上がってきたっていうことです。 そういういことが起ここるんですねでこの、えー、スピリット湖の下はどんなふうになってたかっていうとこんなふうに垂直にその木が埋まってたりもちろん水平に埋まってる木もありましたけれどもでこの木は違う層に埋まってるわけですねそれぞれ。 ここの違うう層に埋まっているっていうことは何を表ししているでしょうか進化論者たちがセントヘンジさんの噴火を知らずにここに来たなこの木はこの木よりも前に存在した森の木なんだこっちの木よりもこっちの木の方が前に存在した森の木なんだ。 こういうふうに説明するはずの場所ですね。これがあのそういうふうにかつて説明された場所です。イエローストーン国立公園の化石の森っていうのが私が中あこれ終わらせるつもりだったんですけど終わらずに、はい、次の時間に食い込みますけれどもはい一時休憩します。